皆さんこんにちは、大川先生です。今回は幼児からできる体遊びを紹介していこうと思います。今回やっていくのがですね、カエルさんの倒立ということで、これはね、お家でも気軽に怪我のリスク少なく練習できると思うんでね、ぜひこの動画を見ながらお家で練習していただければと思います。このカエルさんの倒立ね、やっていただくことによって将来的には倒立の技術にもつながりますし、あとね、倒立をする上で怖いなって思う気持ち、恐怖心の克服とかね、こういう点でもメリットありますので、ぜひやってみてください。それでは動画を見ながら大川先生と一緒にやってみましょう。最初はね、カエルさんの姿勢作りますよ。はい、カエルさんの姿勢作ります。やり方とっても簡単です。手を地面から離さずに足でジャンプして体を浮かせてみましょう。手はそのままですよ。ジャンプ、こんな感じ。ピョン。じゃあ先生だけちょっと向き変わりますね。カエルさんの姿勢で手を地面にくっつけて、このままジャンプする。ピョン。じゃあ10回一緒にやってみましょう。それでは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、10回やってみました。できましたか？じゃあね、ちょっと上手にできなかったなーっていうお友達もいるかもしれないんで、注意点を説明しようと思います。まずね、注意点、最初にも言ったんですけど、手の場所を動かすとこれ上手にできないことがあります。なので手の場所を動かさないっていうのが1個ね。で、とっても大事なポイントがあります。手を曲げてはいけません。これ手が曲がっちゃうとね、安定しなくなっちゃうんで、手はしっかり伸ばしてください。そして見る場所があります。倒立をする時のお約束です。手と手の間、手と手の間の地面を見てください。この3つね、この3つがお約束であるんで、ここ意識するとかなり安定すると思います。もう一回言いますよ。手の場所を動かさない、手を曲げない、手と手の間を見る、この3つのね、お約束守ってやってみましょう。じゃあ5回いきますよ。3つのお約束守って5回やってみましょう。はい、カエルさんの姿勢準備して5回いきます。1、2、3、4、5。さあどうですか？できましたか？ちゃんと手を伸ばして、手を動かさずに、手と手の間を見ながら5回できましたかね。はい、このカエルさんの倒立ね、最初のうちはちょっと張り切りすぎちゃって前に体倒れちゃったよっていう子もね、もしかしたらいるかもしれません。勢いつけすぎちゃって、おっとっとってなっちゃったとかね、それもね、全然最初はいいと思います。あのね、まあ、怪我しないようにはやってほしいんですけど、前に倒れちゃうっていうのは何がいけないかっていうと、ジャンプのしすぎじゃないんですよ。ジャンプはいっぱいして OK なんですね。なぜ前に倒れちゃうかっていうと、こうね、指先の力とか腕の力とかがまだ足りないから耐えられなくて前に倒れちゃうだけなんです。だから先生、ちょっと一回ね、思いっきりジャンプしてやってみますね。いきますよ。ね、こんな感じで思いっきりジャンプしても、しっかり指先だったり腕の力だったり肩の筋肉だったり力をガッて入れることによって、これどんなに強くジャンプしても前に倒れずにできるんです。だから君たちがもしね、前に倒れちゃったよっていう風な失敗をしちゃったとしたら、それはね、ジャンプのしすぎじゃなくて腕の力とか指の力がまだちょっと足りないだけです。だからしっかりね、そういうところもだん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 練習していくと強くなっていくんで、いっぱいね、このカエルさんの倒立をして、倒立の力つけていってくださいね。はい、ということで今回は幼児期からお家でも気軽にできるカエルさんの倒立の紹介でした。この動画ね、面白かった、分かりやすかったと思ったら高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。